熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今シーズンのクラブスローガンである挑め高みへのもと躍動するチームです。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしています。9月16日、ロアッソ熊本はアウェーで大宮アルディージャとの試合に挑みました。試合が動いたのは後半7分。こぼれ球に反応した松岡が左足で押し込み先制。後半30分には東山の鋭いクロスが相手に当たりオウンゴール。さらに後半39分、江崎のシュートが決まり3対0で試合は終了。ロアッソはリーグ戦で14試合ぶりの勝利をつかみました。まあ、苦しい状況が続いてましたけど、まあ、そういう中厳しい声援もいただいてましたが、こうやって勝つことが皆さんにとって一番大きな喜びになると思うので、まあ、こういう勝利をたくさん届けられるようにまた頑張っていきたいなと思います。おはようございます。熊本県出身、元大津高校サッカー部マネージャーの高田坂です。高田ちゃんと呼んでください。ロアッソのホームゲーム観戦の魅力の一つ、それがスタジアムグルメ。このコーナーでは高田ちゃんがスタジアムに来たら食べてほしい一押しグルメを紹介します。今回のグルメはもう絶対皆さんが大好きなスイーツです。それがこちらです。フォーシーズンはおしゃれなメニューが並び、女性サポーターに人気のお店です。早速おすすめのグルメをお願いします。はい、おすすめは削りいちごオレンジの練乳アイスのせる。もう名前から魅力的ですね。こちらが練乳とアイスを贅沢にのせたメニュー。冷凍されたいちごとオレンジを丸ごと使ったスイーツです。おいしい。ひんやりしてて、最初に練乳の甘さが来て、その後にいちごの甘酸っぱさがぐーっと感じます。これは目が覚める美味しさです。今日もすっごく暑いんですけど、そんな暑さが吹き飛ぶぐらいの美味しさです。これは暑い日の応援にぴったりですね。まだまだご紹介したいグルメたくさんあるので、次回もお楽しみに。厳しい状況が続きますが、リーグ戦も残りわずか。最後まで応援し続けましょう。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちが、サッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。トークするのは前回に続きこちらの3人。ゴールキーパーの増田選手は経験豊富で若手からの信頼が厚い選手です。ミッドフィルダーの東山選手は足元の技術が高い選手です。ディフェンダーの岡崎選手は安定感のあるプレーでチームを支えています。一番年上なのが34歳の増田選手、そして岡崎選手と東山選手が24歳です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。オフは一通り、それこそ熊本のあの観光名所は回ったつもりでいるんで、最近もう本当ただ仲いいやつと飯行ってっていうのが多くなってきたっすね。やっとやっと熊本の人に馴染んだのかなっていう。北流ラーメンの、はい、
方とたまたまつながって、で今年から僕たちが勝てば選手にラーメンを無料で食べさせてくれるみたいなのを話をもらって、で社長さんの子供たちと公園で遊んだんだけど、でそこの公園にめっちゃサッカー上手い子たちがいて、で友達になったよまた公園行くからね沖縄行きたいっすね。でもシーズンオフが冬のシーズンだから、いやそうなんです、ね、海泳げないじゃん。俺泳げないんで、まあ別に泳げないの、ちょうどいい、泳げないの、はい、ザコキャラっす泳げないんだ。そうなんです。リムかな、人気なのが許せないんだよいや顔はめっちゃいいと思うんですよ。俺多分付き合いめっちゃ長いんで、うん、小学校から知ってるんで。あ、そうかそうか。え、小学校から顔持ってきてるの。え、カゴカゴあれはもう、あれは俺知らんす、どこでどっから、ね、あれいつからなんだろう、ね、ユースは違ったっす、ね、俺ロッカー隣だからさそうそう、俺とだからマスター隣だから狭くなるよね、狭くなる、マジでのくせに人があれですよね、汚いの置いたら嫌だって言うじゃないですか、潔癖だから。仕分けわかんないんだよな、ね、脱いだ靴下とかロッカーの近く置いてたらめっちゃ嫌がるんで、それはそれで思うんですけどね、うん、確かに泣いて泣いたいやそうやな、いや練習じゃなくて大田の皆さんはやっぱり応援頑張ってくれてるから、俺らがあとは頑張るだけだね。いやなんか千葉とかでもすごかったです、本当に全く声通んなかったです、ね、雨でもすごいもんね。いやすごいっす、言い方あれですけど行きにくいっすもんね、熊本空港からって。正直一回下手すら経由して行ってるっすもんね、羽田まで出て、羽田から新幹線か電車かっすもんね。走って大変だなって思います、すごいなって感謝しかないですね。あれは話はつきませんが、ここでトーク終了。次回はこちらの3人が本音でトークしてくれます。これは熊本のサッカーチームがキック精度を競うゲームにチャレンジするコーナーです。今回挑戦してくれるのはサンズ交差、交差町を拠点に活動しているチームです。ここでルールの説明です。ゴールから8メートル離れた場所からキック、持ち球は10球、4球失敗した時点でチャレンジ終了です。それではチャレンジスタート。長山すくまです。パーフェクトになって頑張ります。より攻めます。なんと2本続けて成功。どこまで記録を伸ばせるのでしょうか。真ん中で入れます。この後も外してしまい後がなくなりました。どうなってしまうのでしょうか。左上狙います。惜しくも外してしまい、ここでチャレンジ終了ということで記録は3つ、おめでとう。ここでロアッソ熊本のホームゲームの情報です。明治安田生命 J2 リーグ第36節栃木 SC との試合が今日の午後7時から、第39節 FC 町田ゼルビアとの試合が10月22日日曜日午後1時から、それぞれ笑顔健康スタジアムにて行われます。ぜひお越しください。そして天皇杯準決勝、柏レイソルとの試合が10月8日日曜日午後1時10分から三協フロンテア柏スタジアムにて行われます。今日の10時からチケットが販売されます。詳しくは JFA のオフィシャルホームページをご確認ください。ここでスポーツくじからのお知らせです。進化を続けるスポーツくじが日本のすべてのスポーツを支えています。
新しいスポーツくじウィナー。それは売り上げの一部があなたのお気に入りのクラブに還元され、あなたとクラブの絆を強くします。さあスポーツにエールを。それは新しい応援の形ウィナー。くじを買うはエールになる。スポーツくじ。このコーナーはロワッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、旧ツイッターの X に投稿してもらうものです。道脇選手の宿題はまだまだ募集中です。皆さん挑戦してくださいね。みんなもやってみてね。番組で採用された方には2023ロワッソ熊本ホームゲーム QR チケット引換券 A 席ミックスをプレゼント。宿題の投稿期間は9月27日までです。ぜひ投稿してくださいね。応募方法やもう一度宿題を見たい人は旧 Twitter の X をチェック。ここで番組サポーターのアウトソーシングテクノロジーから視聴者プレゼントのお知らせです。希望する選手のサイン入り T シャツを抽選で3人の方にプレゼントします。詳しくは旧 Twitter の X で。熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。